くお願いします。いや、まずは、3周年本当に本当におめでとうございます。そしてここまで一緒に冒険をたくさんしてくれた旅人の皆さん、本当に本当にありがとうございます。いやー、嬉しい限りですね。ですし、3周年すごいとも思いますし、なんか2周年の時とかも言っているかもしれないんですが、まだ3周年かっていうぐらいのボリュームですね。本当に毎回毎回本当に素晴らしいストーリーと展開にいつも台本いただきながら、驚きながら読ませていただいております。はい、本当に素晴らしい、ありがとうございます。皆さんのおかげで生きていますはい、魔人任務イベントいっぱいありましたね。スメールすごかったですね。なんか他なんて言ったらいいんでしょう、スケールがすごく大きかったなってすごい思います。なんかなんて言うんでしょう、マハールカデバーターの話だったり、クラクさんなりデビの話だったり、すごい詰まってたし、私アーカーシャ端末最初見た時めっちゃいいじゃんってすごい思ったんですけど、話進むごとに本当にいいのかみたいな、なんかこういろいろ考えさせられるものとかもすごい誕生出て登場したりしてきてて、すごいなんか面白かったですね。だしなんかこうなんね、なんだ、夢がねいっぱい出てくるじゃないですか。でそこでこう、あ、そういうことねっていうのがすごいだんだんこうストーリーを追うごとに分かっていったりとか、なんかこういろんな登場人物に、あと新しく出てきたアルハイゼンとか、あとリシアもそうですし、ナヒーダももちろんそうなんですけど、とかにすごいこうスポットが当たるお話とかもすごいあって、なんかね、それぞれのなんて言うんですかね、なんか導き出した答えというか、なんかそういうのがすごい、どの子もすごい心に刺さるお話だったなって思いますし、なんかすごいもうなんかいろんなことを考えさせられたスメールだったなってすごい思います。でなんかそういうシリアスな、セノもそうですよね最初すごいね、シリアスにかっこいい感じで登場した、かっこいいとかも怖いって思うぐらい、なんかこうね、はっきりした感じで登場してきたのに、イベントとかになったりすると、あなたそういうキャラだったんですねみたいな一面をたくさん見せてくれたり、あと CM とかもねすごい面白かったなっていう印象もありますし、なんか七星召喚だったり、なんかとにかく盛りだくさんなスメールだったなって印象があります。はい、肝試しも楽しかったです。はい、イベントで特にわー、でもイベントだとそれこそ、でもイベントもいっぱいありましたね。なんかね、毎年の怪盗祭もそうですし、あとウィンドブルーム祭も面白かったし、あと肝試しイベントの新滝さんとか鹿の院平蔵くんとかが出てくるお話は面白くて、個人的にはすごい気に入ってるお話だなって思います。っていうかなんかキャラクターが好きなんですよね。平蔵くんはね、個人的にもドストライクな見た目、そしてお声も素敵ですし、すごいいい性格してるよなっていう感じとかも大好きなんですけど、あとでやっぱイットさんですよね。イットさんいいですよね。私好きかも、結構あの感じイットさんの話は結構なんだろうな、自分の自分的に
すごい思い出に残ってしまうお話が多いですね。好きなんだと思います、そうお二人が。はい、そうですね。いやでも最初にスメール入りますよっていう収録のお話とかをいただいてた時に、やっぱ新しい地域に入るので新しい用語がねいっぱい出てくるわけですよ。なんか多分2周年の時とかも言ってるとは思うんですけど、やっぱスメールってねすごいカタカナ多いんですよ。さっきも言ったけど、マハールかデバータなのか、マハールかマハール、あれもう言えなくなってる、マハールかデバタなのかとか、どっちで行きますかとか、クラクサナリデビも最初パッと見うってなるし、すごい言い慣れるまでにすごい より時間がかかったなって思いますけど、言えた時すごい気持ちいいんですよね、スメールの用語って。マハルカデバータとかクラクサナリデビ、あともう一個すごい難しいやつがあったんですけど、もう私は言えません、あれはあれでなんで、そうあるんですよ、皆さんきっとお分かりかと思いますが、とかね、早口言葉言ったりしてね。でもすごい大変だったらっていう思い出と、でも言えた時の爽快感が気持ちいいスメールだったらって思っております。あと歌も歌わせていただいたり、帰れの歌とかもあったり、面白かったな、はい、とかですかね。大変だったよスメールは。お話も難しくなかったですか。なんかパイモンだからかなすごく複雑に入り組んだお話だったり、繰り返しているかと思えばそうじゃなかったりとかっていう、なんかそうだったのっていう展開が多くって、なんかすごい面白かったですね。スカラマッシュね、衝撃的でしたよね、すごい。あとなんか戦闘のところとかもすごいすごいなんか携帯が変わっていくじゃないですか、あそこもすごいかったなって思いますし、なんかそこからのみたいなあったりするシーンもあったりするじゃないですか、とか、あとその後のねっていうのとかもあるじゃないですか、あなたもっていう、ちょっと言っていいのかあれなんで、ちょっとすごいくぼやぼやぼやっと言ってますけど、すごい思い出に残るというか心に残るなんか収録だったなとも思いますし、ゲームのね中で見てもすごいやっぱすごい印象に残るシーンだったなって思います。はい、この1年間でたくさんまたより旅人との絆がね深まったなって思うシーンたくさんありましたし、きっと冒頭でも言っているであろうセリフの部分とかもね、すごくお互いにこんなになんて言うんでしょうね、必要とする存在になれてるんだなっていうのがすごい伝わるシーンだったりもして嬉しいなっても思いますし、あとね、なんかこうこのスメールですごくまた新たに発覚したことというか、新たに分かったこととかがたくさんあったじゃないですか。なんかそういうところでもちょっと気になりますよね。なんかだってパイモンって浮いてるんですよなんかそう浮いてるんですよ、だし気になりますよね。もしかして2番目3いやねえ、なんかすごい気になるなって、なんかよりパイモンのことでもすごく、もちろん旅人のことでもすごくまた気になることというか分かったこともありますし、でもまたそれに伴いパイモンってっていうところがまたこう謎を深めると言いますか、気になる
なって思うところもたくさんあったなって思いますんで、ちょっとそろそろ私にも詳細を教えていただいてもいいんじゃないかなって思ってるんですけど、よくねあのラジオもやらせていただいたりするんですけど、そこでもねすごいあのね、前野さんとか村瀬さんもそう、森江っていうとかもそうですけど、すごいなんかつつかれるんですけど、本当に知らない、本当に知らないの、教えてほしいの私だってっていう気持ちでいっぱいなんです。そうなんでちょっといっぱいあの皆さんもね一緒に考察といいますか、あのどうなんだろうっていっぱいなんか巡らせていただけると嬉しいなって思います。一緒に名探偵しましょう。はい、フォンテーヌですね。フォンテーヌすごいですよね。めちゃくちゃテンション上がりました。あの一番最初にあのなんていうんですか、あの公開されたあの映像を見た時にやっぱりすごいいいな水っていいですよね。私あのね今まではあのこう水面をねこう泳ぐことしかできなかったのが水中にまで行けるようになっちゃうのっていう、すごいまた新たにこう行動範囲が広がったりとかして楽しいなって思いますし、なんかねあの水中のあの生き物の力を借りてなんか攻撃とかがなんかこうサポートできるあれができたりとかあったりとかって面白って思ったりもしましたし、だしキャラクターですか。キャラクターなんてもうねえ、一気に解禁されたあの日ってもうねえツイッター今は X ですけども、トレンド全部パーンって占拠してたぐらい大盛り上がりでしたからね。あね、気になりますよね。個人的にはやっぱリネのあのビジュアル最高ですよね。いい、本当にありがとうっていう感じなんですけど、ですしやっぱあーでもシグインすごい可愛くて好きです。あの子本当に可愛い、可愛いね、可愛い。 あれ看護師長っていうのは言っていいんですか。ね、いいよね、あの見た目で看護師長ですって、いいな、いいな、手当てしてほしいし、なんか心配されたい、なんかダメだよって言われたいと思って、なんかすごい可愛い子がまた出てきたなと思って幸せな気持ちでいっぱいですし、やっぱねえヌビレットさんとかフリーナさんとか、リオセスリーさんとかね、気になっちゃいますよね。もうで言うたらもうほぼみんな気になるんですけど、なんかね関係性とかね改めてどないっていう感じですよね。気になりますね、どういうことなんでしょうね。うん、はい、メリュージーヌ可愛いじゃないですか。なんかっていうあの種族なんですよね。でなんかそれになりたい、なんかそのそれになれるなんかそういうイベントあったら楽しそうだなって思います。でなんかちょっとねストーリーとかで難しいかもしれないけど、でもなんかそういうのあったら楽しそうだなって、なんかそれでかくれんぼみたいな、どうですか、あの本物のメリュージーヌを探せみたいなやつとか、あ本物じゃないね、偽物を探せみたいなやつ、楽しそうじゃないですか。あのいっぱいいっぱいメリュージーヌバーっていて、その中に一人だけあの変装というか変装した、旅人、ね、が紛れ込んで、あの見つからなかったら勝ちみたいなやつ、楽しそう。で、3回までです。3回まで、お前だって言えるの3回までにして、で、間違えたらお手手でこうプニャって顔をこう
ポニョってされるっていう、いいなされたい、ポニョってしてほしい、なんかそういう、なんかそういうイベントあったらいいな。はい、改めまして旅人の皆さん、ここまで原神をプレイしてくださって、一緒に大冒険をしてくださって本当にありがとうございます。いや、おかげさまで3周年ということでね、一緒にまたお祝いできる日が来たんだと思うととっても嬉しいです。本当に本当にありがとうございます。いや、これまでもすごい壮大なストーリーですね、冒険を共にしてきましたけれども、ここからもきっとね、スメールで分かったこともありますし、フォンテーヌもまたなんかね、ちょっと一癖ありそうな感じじゃないっていう思いがしてありますので、なんかまた一緒に何て言うんですかね、謎を解き明かしながら楽しんでいただけると嬉しいなと思いますし、またこうしてね、周年をお祝いできる機会がたくさんたくさん続いていきますように、一緒に楽しく冒険を続けてくれたら嬉しいです。あとなんか周りの方とかにもね、とかと一緒になんかプレイしていただいたりとか、まだ知らないよっていう方もういないんじゃないかっていうぐらいね、すごい展開を見せている原神ですけれど、そういう方にもおすすめしていただいたりして、なんかたくさんたくさん原神仲間を作って楽しんでいただけると、パイモンとしてもすごく嬉しいなって思います。はい、これからも改めてよろしくお願いします。はい、ありがとう。旅人の皆さん、こんばんは。パイモン役の古賀葵です。はい、3周年おめでとうございます。そして皆さんありがとうございます。はい、こうして3周年が迎えられたのも、一緒に大冒険を繰り広げてくださった旅人の皆さんのおかげでございます。本当にありがとうございます。はい、これまでもですね、いろんな旅を続けてきましたけれども、でスメールでもいろんなことがありましたけれども、ね、フォンテーヌも実装されまして、まだ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 盛り上がりを見せる原神でございます。この先もですね、きっとまたとんでもない展開が待ち受けていると思いますしね、旅人のこう正体といいますか、謎がね、またどん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 解き明かされていくとともに、パイモンの正体もどん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 解き明かされていくのか、どうなんだっていう感じで、まだ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 こう謎が多い原神なので、これからも最後までプレイしていただいて、いっぱいいっぱい、なんだ、冒険を重ねていただいて、一緒に謎を解き明かしていってくださると嬉しいでございます。そして4周年5周年6、7、8、9、10って皆さんと一緒にまたこうしてお祝いができるととってもとっても嬉しいです。はい、ということでパイモンはですね、いつも皆さんの隣にいますので、これからも一緒に冒険していきましょう。ありがとうございました。ということで、古賀葵でした。